校に働いとった頃にほんまに尊敬しとった上司 T さんがおったんやけど、その人に言われたことで一つ印象に残ったことがあって、当時その光がもう結構営業出してたんですけど、その頃からで光くん成功するみたいな、まあ、当時は光っていう名前じゃなかったんですけど、絶対に成功するみたいなこと言ってて、ただ危うい部分があるから絶対お前がおった方がいいみたいな、俺がどういう立場か分からんけど一緒におって一緒に仕事をした方が成功する可能性大成功できるから絶対おれみたいなことを言われたんですよね当時。それをずっと頭に残っててっていうのもあるし、まあもちろんそれだけじゃないですよね、まあ光といたら楽しいとか。でもその今 T さん今全然成功してるそれよそうなんやけど、でも当時なんかまあすごく聞きたくて、仕事できる人で、確かに。それともう一つ当時尊敬してたまだ別の方なんですけど、上司の人から光はダイヤモンドの原石っていうのを言われてたんですよね。あんなやつおらへんみたいな。でカラット数が分からへん、俺にも大きさが分からへんから、どんな光りたいか分からへんけど、その原石やから絶対に成功するみたいな、その人も言ってて、だから尊敬してる人から、まあ、絶対成功するっていうのは当時からもうずっと光は言われてたんですよね。当時から本当にすごかったんで、で今この状況になってて、やっぱその人に言っとったことって当たっとうし、でも俺にもまだ分かってないんですよ、そのカラット数のデカさとか。いろんな人に出会ってきたんですけど、光以上っていうの見たことないです、マジ。それぐらい尊敬してるというか、まあ、これに関しては兄弟とか抜きにしてって感じですね。もう兄と弟とかさっぴいて客観視した時に優れてる部分が多いし、想像もつかないところで行くんだろうなみたいなのが、たまたま弟にいたっていう俺の場合。だからなんか光が偉そうに言ったりとかみたいなことで言われたりもするんですけど、気にならないんですよね、そんなこと。まあそれがあって今の光がいるっていう認識なんで、そこはもう崩さずにずっといてほしいなっていうのはあるし、特殊な関係だと思うんですけど、ね、確かに普通の兄弟の人から見て